皆さんこんにちは。今回右四間飛車、右四間飛車、右四間飛車党のお方ですかってことなんですけども、歩ついた右四間飛車、これは右四間飛車にならんやつやけどな。歩ついてこれ横歩ドリングか、横歩ドリング戦法いっとく、横歩ドリング戦法いっちゃうか。同歩同飛車、これ絶対さ、絶対これ横歩取ったら角交換同銀角打ちの4五角戦法してくる。もう得意戦法よ、右四間飛車の人ってヤクザしかいないんで、そういう角交換からガチャガチャするヤクザ戦法絶対してくると思うんですよね。見ててください皆さん、これ絶対やってくる。まあ、これには青の竜でいきましょう。これ青の竜で勝ちって言われてるんで、はい。青の竜にすれば勝ち。青の竜にすれば全てが解決します。はい。歩ついて。青の竜。この玉上がって桂跳ねていくっていうのが青の竜ですね。これって桂馬跳ねたらあかんの？なんか青の竜ってこの桂馬も跳ねて、なんかこの桂馬も跳ねて、ぴょんぴょんでぴょん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 みたいなイメージなんですけど。いや、もう行くか。もう行こう。素人の桂跳ねでいこう。素人攻めで。ビギナーズラックじゃないけど、もう、あんまり深く考えずに、こう、ガリ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 行く方が勝ちやすい説。飛車ぶつけてきて、飛車ぶつけてきてる。飛車をぶつけてきてまして。怖いな、なんか。桂跳ね微妙やったかな。これ、歩叩かれる筋があるんよな。例えば、飛車ぶつけられて嫌やからって飛車逃げると、歩叩いてくる手があって、同金に歩を叩いてきて、同金に角成り、同角、同飛車成り、みたいな手を狙ってるんですよね。いや、ちょっとやらかしたか？やらかしましたかってことなんですけども、ってことなんですけども、いやー、まあでもこれ同飛車で取れないようではおかしいか。同飛車で取って、飛車打つと、歩打つで飛車成り返っといて。ここを受けつつ竜作っとくか。飛車打って。いやー、もうこういう空中戦わけわからん。こんなん将棋ちゃうて。いや、将棋なんですけど。で、飛車打ってきたんですけど、これ同飛車成り同銀で、ここに銀をおびき出しとくと、後々角打ちがなんか銀取りになったり、飛車打ちが銀取りになったりして、何かとなんか得なイメージがあるんで、うん、これはまあまあいいかなというか、ちょっと得できたかなっていう計算でいきたいと思います。ちょっと歩叩かれると角が窮屈すぎて生きた心地がしないから、もう桂馬跳ねちゃおうかな。でも桂馬跳ねって別に次何も狙ってないからな。仮に歩突きで桂馬取りに来られたらどうするんですかって質問されたら、僕は黙り腐るしかないんですけれども。いやー、でも跳ねちゃう。あ、ちょ、危ない。歩突くところやった。タップミスで。危ね。桂馬跳ねて。行きましょう。まあ、相手玉もなんかやっぱ銀が移動したことでちょっと薄くなった感があるから、嫌やと思うよな。で、相手の方も手筋としてここに歩打つ手があって、同銀なら、こう銀が離れて薄くなります。ただ、歩にはもう桂馬跳ねちゃって、歩成りでと金できるけど、桂馬ピョーンって跳ねて、ピョン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 っていけば、なんか玉頭ぶん殴り体制できるんで、いえー、来たー、はい、来たー、はい、神。待ってました。これが予言者。完全に来てる。これ楽しすぎる。やばいやばいやばい。楽しすぎて、唾飛びすぎて、もうスマホの画面がもうベタベタなんですけど。もう溺れてる。スマホが溺れてる。え、これ気持ちよく、ちょっと警戒されたか。あ、待って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 。これ、桂成り同玉、桂馬で王手角取りなんですけど。桂成り同玉、桂跳ねで、王手角取り。まあでもそれ桂馬2枚渡しちゃうからな。正直損得微妙やな。損得微妙というか、多分やらん方がいい。うん。こっちも桂馬2枚渡しちゃうと、
ダブル系ここに打たれて玉頭ブスブブブブスブスブスってぶん殴られるんで、それはやらない方がいいかな。結構罠ですよねこれ。いや行きたいけどな、桂なり同玉桂跳ね。でもちょっとそれは良くない気がする。こっちの方がいい気がする。同銀で取ってくるんですけど、同銀の形がここら辺がちょっとスカスカになって飛車打ちに弱くなったので、ここで飛車打ちたいかな。銀がここにいる時に飛車を打ってしまうと金寄られてここの連結で飛車を詰まされてしまうんですけども、この桂なり同銀の形がちょっとここが隙になるので飛車打って寄せていくと。次に角交換して、まあ同桂同金どっちかにここに角を捨てて、同玉に飛車成りでこの一間竜の形で迫っていくっていう寄せをちょっと狙ってますね。まあ相手の方の対応によってはそれやるかどうか分かんないんですけど、まあそういう筋を見せつつ一気に寄せますよって言ってちょっと相手の方を脅していく感じですね。いやー今これ風来た時マジで来ちゃーって思ったんやけどな。もう電車男のもうあの絵文字がもう脳内を駆け巡った。もう完全にあのノリダーマンやっけ、もう分からん、あの伊藤俳優の伊藤さんが主演してたあの電車男が浮かび上がった。あれ伊藤さんでしたっけ、それって女優さんの方でしたっけ。もうちょっと失礼なるから喋らんとこ。ああ、はい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 、あ、これは銀上がったのは玉頭を補強した意味で、補強しないと次に桂馬跳ねます。でまあまあ、例えば、まあ、角なんか変なとこ行っちゃうと桂なって、で銀がいなかったら同玉しかないんですけど、そこで飛車で金取るっていう寄せがあったんで、ちょっと玉頭を補強しましたよっていう意味だと思うんですけど、しかしそれはなんか玉をこう逃げる余地がなくなったからかえって危なくなってるような気がするんよな。例えば角交換してどう何なんやろ、同桂、形は同桂が一番良さそうですけど、狙い通り角捨てて同玉に飛車で金取るみたいな感じで寄せていけば結構うるさいと思うけどな。それを見せ玉にしてじっと香車を取って補充しておくっていう手もある。まあでも一回角交換するか。一回角交換して同桂でしたね。角打つんかな、微妙打つか超微妙。まあでも普通打つか。角打つでしょ。これは玉引いたら角なれる、玉引きと玉よりは金ただか、だから同玉なんですけど飛車なって、でこれここに飛車とか角とか強い駒合駒するとここに金打って玉逃げるしかないんですけど、この駒ボロッと取れるんで、そうなんや。なんか桂馬の方が金から金で取った時に安い駒になるんで、桂馬の安い駒を打ってくるかなと思ったんですけど、相手の方は角でしたね。まあこれはもう一つのセオリーで、さっき相手の方は角角って持ち駒かぶってたんですけど、そういうかぶってる駒から使っていった方がいいことが多いんで、まあそういう意味で多分角から使ってきたんだと思いますね。桂馬を温存しておくと桂馬打っただけで桂成からの詰めろになったりするんで、まあそういう一発に期待をかけてるっていうことだと思います。ああというか分かったわ。うわー怖ー、この人怖ー、怖ー。なんで桂馬温存してるか分かりましたね。これ桂馬狙われてるわ、危ねー。これに気づけた私は今日調子。桂馬打つ手を狙ってて、同歩に角打ちが王手竜取りっていうのを狙ってますね。怖っ。それはやばいな。ただ桂打ちは厳しいんですけど、玉逃げた時に
こっちの玉がすぐ詰むとかではないんで、ここでまあ相手玉を一気に寄せるような手があればいけそうですね。で多分この形相手の方に角を打たれてしまうと粘られてしまうので、ここは一回金で打って相手の方から角を打たれる手を消して、でここで角取ってもなんかそれこそ桂馬とかあるし、最悪同銀同竜金打ちとかで粘られた時に寄せが決まらない気がするんで、ここ桂馬打つ手がいい手なんじゃないかな。つぶりすぎかな。これで逃げ道防ぎつつ、次に銀取って桂馬打ったことで同玉って取れなくなってるんで、銀取った時に同金しかないんですけど、そうすると竜で角がボロッと取れると、そういう寄せを見せていくのがオツだと思ったんだけど、オツすぎてここで何してくるかやな。いやマジで桂馬気づいた時焦った。いやこの桂馬を気づけた我は強い。今日の我は強いよ。今日の我は来てる。もう歩に桂馬、歩を予知してからの桂跳ね速攻で行った時点で、あーでもそれで嫌やな。あー違う、でもそれは一応同金があるかなと思ったんだけど、同金で同角って取れないんで、この銀タダなんですよね。ただ同金の瞬間がちょっと相手玉から遠ざかってぬるいので、多分そこで桂打ちで勝負してくるっていうことだと思うんですけど、まあでも一回同金でいいんじゃないかな。桂馬飛んでくるけど玉逃げといて、金ボロッと取られるけどその瞬間がぬるいので、そこで角取っといて攻め合えば多分一手勝ってると思うよな。頼む。いや結局将棋ってこういう一手争いが一番ヒリヒリするんよ。これやってる時がしんどいけどたまらんみたいな。はい、これノータイムで逃げてもうミス化してたことをアピールしていく。ここで止まっちゃうと、うわこいつうっかりしてるみたいな感じで、こう相手の方にこう精神的余裕を与えてしまうんで、もうこれはノータイム、それはうっかりしたね。え、それうっかりしたっていうか、それって何色、それ何色説提唱していい？これが詰めろじゃなければ、こう取った手が金寄りからの詰めろなんでこっち勝ちなんですよ。問題は取った時に角成り同玉飛車とかでなんか猛烈に怖いことなんですけど、まあつまんよね。つまんと思うけどな。まあ今日の我は強いんで、はい、トンシなんて絶対しないですね。トンシなんて絶対しない。まあ取ってくるくらいじゃないですか。取ってきてなんかちょっと粘るみたいな。はい、もう冴えまくってますから、もう絶対取ってくる。もう冴えすぎて何さしてくるかも予想当たる。もう絶対取ってくる。もうそれ以外考えられない。桂成りは同玉で大丈夫ね。焦った。あー違う、予想は外れたけど受けに回るってことはこっちの玉が詰まないと相手の方は自白されたので、ここは詰めろ詰めろで迫っていけば勝てそうですね。でどう詰めろ詰めろで迫っていくかなんですけども、まあ金寄りがとりあえず銀引きの詰めろかな。銀あ違う金引きから竜の王手していけば詰みそう。ちょっと早逃げしてくる手が気になるけど、まあ歩打って上押さえとけば大丈夫かな。あそこぽそこピング、あ待って、取って同金とかしたら、まあ同桂成で必死級やけど金渡すとさすがに危ないか。ちょっと待って、そういうこと言われると焦る。あそういうこと言われると焦るな。しかしこれ歩垂らすのがなんか玉玉の逃げ道を防ぎつつ、ちょっと相手玉の詰めろになってるかな。これが次銀打ち同金同桂成同玉に最後ここに金打つっていう筋があるんで、ちょっと長いんですけど、これは詰めろになってますね。よし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 、これは来たでしょう。これはさすがに受けないと思いたいけどな。早逃げしてきたらまあ銀取るか、で同金ならここに銀打って詰み。
とにかく相手の方に一手渡してしまうと、ここに飛車打ちとか歩成りとかで詰めろかけられて負けちゃうんで、詰めろで迫らないといけないんですけども、この歩が詰めろになってるので、歩成りに対しては銀打ちで詰みですね。あー、一手勝てたかな。玉逃げるのは角打ちで詰みなんで同金なんですけど、同桂成りで同玉に頭金打って引くしかないんですけど、まあいろいろあるけど金捨てが分かりやすいかな。同銀に角打てば詰みですね。ありがとうございました。皆さんこんにちは。鬼殺し六段なにそれ。ちょ、待って、事故、さすがに事故。いやー、ちょっと待って、何してくんねやろこれ。鬼殺し六段の将棋、鬼、あ、待って、くっきさけーごいちょっと事故が過ぎるんよ、事故が過ぎるんよ、さすがに。曲書こうか。これは何やろ、居飛車で来るのもあるし、振り飛車で来るのもあるし、まだわかんないですね。なんかまあ、振り飛車な気がするけどな、銀上がりから飛車回りで。っていう気はするんですけど、ちょっとどっちかわかんないから、なんかあんまりまだ形を決めたくないな。ちょっとま、いやー、歩突くとな、後々歩突きで仕掛けられるから、どうかなっていうのはあるけど、いやいや、そうですよね。で、銀上がって、ちょっと、飛車、あー、なんかこれ歩突いちゃうと、角のラインでピューンって攻められちゃうんで、ちょっと大丈夫かなっていうのはあるんですけど、まあまあまあ、相手の方も居玉なんで、まあ、玉一個ぐらいは囲ってくるんじゃないかなっていう気がしますね。鬼殺し六段ってなんやねん。多い。マジで。毎回桂馬跳ねて、この地点を受けときましょう。どうしていこうかな。どうします？まあ、玉普通に囲うか。普通に囲っていこう。普通に囲って、金上がって、ちょっと玉を囲って、わあ、金より斬新。斬新ですね。なんかこれ、美濃囲いが一個、こっちにずれたみたいな形になってますね。なんかずれ美濃って言うんやっけ？なんかずれ美濃ってなんか、聞いたことあるような感じがするんですけど。なかったらすいません。で、これで次に歩突き同歩同桂の攻めを狙ってますね。まあ、飛車回って、4筋受けときます。でもこれ、角嫌か。ちょっと金上がる、こっちに上がる余地見せといた方がよかったかな。うわ、え、なんか来た。やっぱ鬼殺し六段やからヤンキーやな。将棋が、そんなこと言ったら怒られるか。いや、将棋がヤンキーなんよな。お将棋がヤンキーでして。同歩なら、このラインが開くので、角打って桂取りにしようっていうことですね。同桂なら、ここに空間が空くので、角を打とうってことですね。ただ、放っといて取られたら、こっちにいいことなんもないんで、同歩かな。角の時に何か対応していくしかなさげ。な気がするんですけど、いやー、これ困ってんのかな。いやー、ちょっと不用意やったかな。ちょっと駒組みが不用意やったかもしれない。もう、得意戦法が鬼殺しなのがもう、ヤンキーなんよな待って、角打って受けても桂馬跳ねて同桂に角交換してきて同飛車ってなるんですけど、飛車が4筋からそれるので銀出て4筋から攻めるっていう手が、まあ相手の方としては狙えますね。まあでもそれでいくか。金上がって受けるか、角打って受けるか。あ、てか別に飛車浮きがあるか。あ、別に飛車浮きでいいんじゃない？あ、でも飛車浮きは桂馬跳ねか。で、同桂に角で香車を取ってくる。そこでこっちにうまい感じの切り返しがあればいけそうですけど、あるかどうかですね。飛車浮いて桂跳ねて同
形角成る、なんか桂成りっていう手はあるけどな、同銀にも飛車ズドーンみたいな。ただ同金って取られちゃうんで、まあ、それで攻めがつながってるかどうかは微妙ですね。まあでもそれかな、まあこれが一番駒を温存して受けれるのでこれがいいんじゃなかろうか。マジで鬼殺し六段ってどうやってなんねん、なり方教えてほしい。さすがにやばすぎる。自分も今 5.2 段ぐらいやったかな、 5.2 段ぐらいで止まってるんで、ちょっと師匠って呼ぼう、鬼殺しの師匠で。桂馬跳ねてきましたね。まあ相手の方としては歩損してるので、ゆっくりしてるとどんどん悪くなっていくので、まあこうやって暴れてくるのはもうこうなってしまえば自然なところですね。で同桂かな。てかこれ別に歩もあるか、香車取る手もあるし、歩で飛車を抑え込みに来る手もありそうですね。あー、同銀？え？これ同飛車で銀得なんですけど、なんかちょっとうっかりかな、いや違うんかな。これ同銀って取ってしまうと飛車取りに歩打たれて角が効いてるので歩取れないと、で飛車逃げたらそこで飛車で銀取られるんですけど、同飛車で取って、はい勝ち。師匠を超えしとき、完全に師匠を超えしとき来ちゃいましたねってことですか。早っ。まあでもこれはな、なんか予定っていうより僕占い師というかエスパーなんでわかるんですけど、これは予定だから早く打ったっていうより、なんかうっかりってバレるのが嫌だからなんか早く刺しちゃいみたいな、そういう感じやと思うよな。まあ銀取りは嫌やから銀引きつけて固めながら受けときますか。ただ銀得できましたけど、相手陣がなんか飛車打ちに結構強そうな形なんで、そこは注意していきたい。とはいえまあ飛車は打てるか、飛車打って香車取る。でとにかく相手玉ここが弱い形なので、香車打って桂馬打ってここ狙うっていう形にしていきたいですね。だから、まあ飛車打って香車回収しに行くか。香車回収マンで。はい勝ち。はい勝ちなんですね。いやでも先に香車打たれるか、やめて。こっちがさ、これ取って先ここに打てれば8筋制圧できるんですけど、先に香車、セーフ、完全にセーフ。あ、そっかそっか、放っとくと一応ここに銀打つ手があって、こっちから同金に角打てば王手金取りみたいな筋があったんで、飛車の横利きを止めてきたっていう感じですね。まあこれには、まあ香車取っときますか。香車取っといて。ちょっと馬引きが竜取りになるのが、要警戒って感じなんですけど、今のところ銀が守ってて、馬が引けないので大丈夫ですね。逆に言うと、この銀がいなくなれば馬を引けるようになるので、相手の方はこの銀を狙ってきたっていう流れですね。もし銀が逃げたりしたら、馬を引いた手が竜取りと銀の両取りなんで、こっちが困ると。嫌だね、その手。その手嫌だね。銀取られて同歩ってなると、ここが空いちゃって、ここ空いちゃうと、馬引きがなんかチューって効いてくるのが、キチュキチュラブリーちゃんなんよな、それが。それがキチュキチュラブリーちゃんってことなんで、まあでもな、銀逃げたら馬引かれるし、まあここに引く手はあるけど、まあ結局馬引かれて使われるから、まあもう攻め合いかな。で攻め合うならやっぱりここの香車が急所な気がするので、これで次に桂馬を足したり、場合によってはもういきなり香成り同玉桂馬から詰みっていうこともまあ結構ありそうですね。場合によってはというか、うん。まあ今のままじゃちょっと足りないけど、角銀桂だけだと足りないけど、金もう一枚もらえたりしたら、いけそう。で、なんか竜引いて、金に狙いつけて無理やり金を踏んどるっていう手があるんで、ぶんだくるっていう手があるんで、大丈夫かなと。うわー、それは、なんか、桂打ちを消しながら馬のラインを通した手なんですけど、
なんか銀出たてが銀出れるようになってるから銀出たいんですけど、馬引かれてやっぱり竜銀取りなんでダメなんですかね。やっぱりダメなんでしょうね。歩たたきて同金なら竜回りとかあるけど、まあ今竜飛車効いてるから取れないけど、桂馬打つんじゃな、香車打たれて継続が、あーまあそれはあるか、それもあるんかな、いやないんかな、ちょっと待って、ここがわからん。一回竜引く、なんか金狙いつけて、金寄ってくると思うけど、あの金がもらえるようになるんで、あ、というか違うわ、天才天才、完全に天才。今金逃げたら馬引きが竜取りならないんで、銀逃げる手がありましたね。だから相手の方はもう銀を取ってきたんですけど、これはもう金取って勝負か、金取って勝負で、これ多分香成から詰めろなんよな、香成同玉桂馬みたいな感じで、おおよそ詰めろ、ほぼほぼ詰める、うおー詰めろじゃないと言われていく、詰めろじゃないかもしれないんですけど、この桂成がまだ詰めろじゃないと思うんですよね。一応飛車切り同玉金取って同玉みたいな筋は怖いけど、左側に逃げていくルートが広いので、そう簡単にこっちは詰まないかなと。だからここで相手玉に必勝をかければ勝ちですね。でこの形は香成から王手していけば、まあ、大体必死のはず。逃げるのは金打ちで詰みだったんで同玉ですけど、桂馬打ってこう逃げて、ピュッてこうピュッ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 て逃げる手が効くと負けなんですけど、ここによる手には角を捨てる手が決め手で、こう逃げれないので同玉って取るぐらいですけど、頭金打って引くしかなくて、銀打ちで詰みっていう筋があるんで、ピュッて寄れないから勝ちやと思うよな。もうこういう時に最近うっかりするからな。最近ちょっと達成率下がってて、下がってる時ってこういう時にうっかりするんよな。え、そこ逃げれたみたいな。え、そのマス目逃げれましたみたいなことあるんよな。玉上がられたら銀打ち、同玉、歩突き、玉引き、金打ち、逃げ角、まあ積んでるか。あれ、じゃあこれどこ逃げても積み、あでもまっすぐ逃げられると銀とか捨ててこう危険地帯におびき出そうとしても、そこでピュッて逃げられて、ピュッて逃げる筋があるからダメか。まっすぐ逃げたらとりあえず金を打って、でそれ多分ここに逃げる以外は積みなんですけど、ここに逃げるとすごい危険地帯になるので、まあそこでなんかすれば勝ちじゃない。何するかは知らんけど、何するかは知らんけど、まあ多分玉、あーこの調子でいきましょう。はい、まあ最後多分相手玉受けなしで、こっちの玉詰まないので勝ちだと思いますね。ありがとうございました。というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。先手番だったんで、上に触れてたらこっちがいいんですけれども、まあこっちが押し切ってる内容になってますね。いや鬼殺し6段からのいきなり攻められてめちゃめちゃ怖かったんですけど、まあかなり怖い将棋ではあったんですけど、まあなんとか勝ち切ることができましたね。まあ今回はポイント一つ見ていくんですけども、まあ最後の局面は詰みですかね。なんか玉まっすぐ逃げたらとか言ってたんですけど、それ金打って玉ここ逃げた時に角捨てて同玉に歩ついて逃げて銀みたいな感じで、まあなんか最後いろいろ逃げ場所があるのでややこしいんですけど、まあ最後はどこ逃げても角金銀と豊富な駒があるので詰みですね。最悪詰まなくてもこっちの玉が詰まないので、相手玉に必死かければ勝ちですね。で必死かける手はいろいろありそうなので、まあ相手の方としては投了になったっていうところですね。で今回のポイントはここで、今4五桂に同桂と取ったところなんですけども、本譜の同銀には同飛車で銀得できてこっちが良くなるので、同銀ではなくて歩打たれる方が嫌でしたね。で飛車を逃げて
桂馬を取ると。で、同銀同飛車の時に、これ対局中言ってなかったからなんか後出しじゃんけんみたいになってあれなんですけど、これは角打つ予定でしたね。やっぱり、ここが急所なんで、角でここ狙いながら飛車取りにできる角打ちっていうのは、まあ一回打ってみたい手ですね。で、なおかつ、まあこれはあんま意味ないけど、ここを受けてる意味も若干ある。あと、ここに銀打って、飛車取りにしながら、ここの歩成りを狙うっていう相手の方の攻めを受けてる意味もありますね。だから一石二鳥三鳥四鳥ぐらいある手なんで、この角は一回打ってみたいんですけど、まあ飛車引かれて。次に銀打ちで角をいじめるような手もあるので、銀出ながらそれ受けつつ、まあどっかで銀で角いじめる手を見せるんですけども、まあ銀放り込んできてどうかって感じですね。まあこれ嫌やけど、まあ一旦角逃げといてどうかっていう勝負らしいですね。金剥がされるのがめちゃめちゃ嫌やけど、まあ同金の後に相手の方もそんな決め手になるような攻めはないと思うので、うん、難しい勝負。こっちの玉薄くなりますけど、やっぱり相手の方はいつまでもここの桂打ちに震えて眠りながら生活していかないといけないので、その分、まあ難しさがあるっていうところですね。まあこれなら互角の進行だったっていうところですね。で、ちなみになんかこれ、すごい速攻仕掛けられたんですけど、この速攻仕掛けられるのが嫌なら、この金をこっちに配置しとくっていうのもありますね。こっちに配置しとけば、桂馬に紐がついてて、角打ちから桂取りみたいな攻めが食らいにくいので、本譜みたいな速攻を食らいにくくなります。ただまあ玉が薄くなるので、このあたりは好み次第ですね。まあ本譜の陣形でも別に形勢が悪くなってるわけではないので、まあ本譜の陣形でもいいですし、速攻を警戒するなら金をこっちに上がるっていうのもありますね。まあ今回はこの陣形で戦って、まあリードを奪えて、最後は押し切ることができました。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。